はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、ディズニーモータースドリームスターズミッキーマウス90周年アニバーサリーエディションを紹介します。はい、しっかり見ていきます。このモデルはディズニーモータースドリームスターズミッキーマウス90周年アニバーサリーエディションです。で、販売店特別使用車なのでセブン&アイオリジナルになってます。で、フロントの方を見ていくとこんな感じだね。中央の部分にミッキーが隠れてるね。で、ボンネットからルーフにかけてを見ていくと、ルーフの部分にミッキーの顔がプリントされてます。かわいいね。で、側面を見ていくとこんな感じだね。ミッキーマウス1928ってプリントされてます。で、ここにもミッキーがプリントされてるね。で、後ろの方はこんな感じだね。ナンバープレートのところには MM1928 ってプリントされてます。で、テールランプのところにもミッキーがプリントされてるね。で、トランクの部分には19 years of magic ってプリントがされてるね。で、運転席側を見てみるとこんな感じだね。反対側と同じデザインになってます。もう一回上から見るとこんな感じだね。で、タイヤの部分はサスペンションがついてます。で、ホイールの部分はイエローで塗装されてるね。で、タイヤの側面はホワイトで塗装がされてます。で、ギミックの部分はルーフの部分が外れてオープンカーのスタイルになります。内装はこんな感じだね。ちょっとオレンジ色っぽいイエローで作られてるのかな。で、フロントガラスのところはこれクリアのイエローだね。で、裏の方はドリームスターズ2012年の写真になってます。さすがディズニーモータースだね。可愛らしいデザインになってます。だけどちょっと残念なのが、この辺りのホワイトとレッドの塗り分けの境目がちょっと綺麗じゃないね。結構この辺デコボコしてます。この辺ちょっと残念だね。後ろの部分の塗装のこの塗り分けの境目、この辺もちょっとあんまり綺麗じゃないね。結構複雑な形してるから塗装するのが難しいのかな。箱の方はこんな感じだね。正面のパッケージに90周年のロゴがプリントされてます。で、この部分には販売店特別使用者のマークがあるね。で、側面はこんな感じだね。で、後ろの方はこんな感じになってます。はい、今日はディズニーモータースドリームスターズミッキーマウス90周年アニバーサリーエディションを紹介しました。で、このモデルで一番良かったのはルーフの部分のミッキーの顔だね。すごく可愛らしいデザインになってます。で、ドリームスター2っていう車種はいろんな特別仕様車で発売されてるね。以前はこんな車種もありました。これはミッキーのバレンタインエディションだね。この時よりも今回のこの車種の方が可愛らしいね。で、このモデルと同時にあと2車種同時に発売されたね。これも以前レビューしたので上の方にリンクを貼っておきます。で、このモデルはオンラインショップのオムニセブンで予約して購入しました。セブン&アイオリジナルなので最寄りのセブンイレブンでも購入することできるね。ミッキーマウス90周年の限定モデルなので早めにチェックしてみてください。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。